まあこう、押さえたとしよう。で、あの相手の手を止めて、どうしようかな。ハーフから、ハーフでもいいや。そうね。ちょっとハーフからでもいいよ。うん、あの足絡まれてるやつ。で、まあ本で本に書いてるけど、リスクとかよ。あの相手のこの左足の付け根ぐらいにここの腰骨にカチッと棚心を当てて、肘も締めますね。だから頭と手でここに壁を作るよ。そしたら相手がなんか一応脇すくおうとしてくるはずなんだ。これ止めれますね。で、あの相手次第だけど相手の手をキュッと止めた後右手にドスンとこう体重をかけると相手の手をこう封じることができることがで、今体重をかけるって言ったけど、これ手の生の力で押さないで、どこ軽くしてんだろう。なんかちょっと腰を浮かそうとすると手が重くなるはずだと思う。手に腰に今ここ腰に体重乗ってっけど、うん、なんだろうな、この体重を今俺は右手と左足だけで体重支えようとすると右手重くなるからね。まあ右足と左肘でもちょっとは支えてるけど、うん、今こう左肘と左腰で体重支えてるけど、これをポン、あのちょっと腰浮か、うん、左足と右手だけで、体重支えようとすると勝手に手が重くなるんで、こう手を止める。でここからよっ首、もし首をすくってたら外して回して、一回相手の首元をキュッと曲げさせた方が、まあ相手は嫌だね。曲げさせるっていうのは相手の体をこうキュッと上から見て逆 C の字になって曲げる。で、あのここから僕はもう相手の体幹じゃなくて相手の腕を止めに行くから、腕だけなんだよね。で、なんちゅうのかな、まあいいや、うん、で、今から僕相手するのはここの肘だけで、あの首とか肩とかどうでもいい。あのこの肘さえ取っちゃえばどうせ動けないんで、あのだから肩なんちゅうのかな、肩は後ろ、あの自分の体の後ろでいいです。相手の肘と肩の間ぐらいのところ、ここちょっと肘に近いところに下から入れる。で、できればまあ腕絡み取れれば最高ですね。だけどまあなんだろう、なんかそれも、取れればいいんだけど、まあ取れなくてもいいとな。でこの辺で相手が力強ければこう手戻してきます。で手戻してきたらそのまま肘を浮かし、この形になります。多分この形が多くの人が作れないんだと思うけど、ここから肘さえ入れて、で実際ここ手組みづらいんだよね。手組みづらいね。ここで相手が手戻してきたら、左肘で床をしてここ戻してしまう、わざと。で相手の手を腹の帯の結び目あたりにもっと押し付けます。でも相手もこう喜んでここ持ってくるんで、で帯握ってこう関節決められなくてよかったなと思ってですね、で思わせとけばいい。でここで相手の左前腕を自分の左手で止めて、で右手で相手の裾を引っ張り出してふっと握る。こう俺は順手がいいと思う、ね、これで上半身の決めおしまいです。でもうもう安倍さん動けないんで抜いちゃえばいいです。簡単に抜けます。抵抗できないんでね。ここまでやってみようか。よっ、ハーフガードだと。よっ、ね、首もすくってるとよくありますんで、しっかり相手の体の真横、ここに壁を作る。
ここより相手の体より外だとね、グーグー押してきていいよ。力出ないんですよ、手は。脇が開いちゃうからね。だけど、この辺まで入っちゃうと押して、これはね、弱く、脇すくわれるかもしれない。だから、ここで止めることが大事です。で、機械を、こういうふうに相手の手が、今どこも握ってないから、ポンと、体重かけて落とす。落としたら、手離す。もう狙うのはこの辺だけ。首とか肩とかいらないです。下には入れる。このまま持ち上げるとやっぱり良くないんで、一回下には入れようね。で、相手はもう、この手関節取られるのが嫌で、なんとか腹の方にしまおうとしている、する力をかけてるんで、戻させてやる。止める。で、裾出して、握る。裾が、帯でもいいですよ。帯で握るときは今1本しかないから、これで握って、本当は2本。これだと緩まないから。これ緩んじゃうからね、ずっと。もしくは裾。一番俺は、外からでもいい。帯があった方が、帯の下からの方が、動きづらくて、この方が硬いかもしれない。だけど、柔術着は、この裾が非常に短いこともあってあるんで、そういう時はどうすっかな。そういう時はどうすっかな。適当にしてください。で、何度も言うけど、ここ肩が見えるの、これ絶対ダメです。動かしていいよ。こうなんかたくさん動きますね。こう肩と肘が動くと、自由度が高いんで、逃げちゃうね。動かしていいよかな。また緩まないから、これだと。ここまで来たら、押して、右手で押して、左下入れて、こう簡単に抜けます。抜いたら、右手は、やっぱり、相手の右腰をすくった方が、いいとは思うけど。これで、ありがとう。困ります、一応こうしますわ。阿部さんに。ごめん、間違った。ハーフ取れた。で、相手がちょっと脇をすくおうとしてきます。落としますね。落としたら左手離して、こんな感じで離して。左斜め後ろに伸ばして、浮かして、顔の上を回す。で、この肘にちょっと近いところに、下から手を入れて。で、ここではロックを非常に組みづらいですね。普通組ませてもらえません。相手は手を伸ばしたがるし、あと伸ばすか腹の下にしまおうかするんで、で、しまおうとしていい。こうなるから、ここまで持ってくる。で、この時は、なんちゅうのかな。首をすくった時とは全く違う体の形になるよね。もう、分かるかな、なんて言えばいいんだろう。横っ腹で相手の溝落ちぐらいを止めてる感じです。で、相手もここでやれやれとか思ってるんで、思わせてるうちに縛っちゃいます。で、今、どこで縛ろうかなと。今、結構ね、手離す前にどこで縛るかを決めて離します。で、今、ここもちょっと遠いし、胴着が短いから縛れなさそうな気がする。だからちょっと、本当一番縛りたいこの胴着の裾はすごく奥にあって、たまたま奥にあって、縛りづらいですね。こういう時はもうとりあえず帯で1本縛ります。で、これで動きを止めといて、しかも見やすくなったから、相手の裾を握って引っ張り出してきて、裾でやっぱり握ります。裾が強いんでね。で、その時、こんな帯は邪魔なんで、離した方がいいと思います。あんまり、俺手がちっちゃいんで、たくさん握ると俺疲れるんですよ。だから、この、硬いとこだけがいい。で、さっきちょっと言わなかったけど、本当に一番いいのは、このスリットの部分。ここが一番いいと僕は、なんでかって言ったら、ちょっと背中側から来るからね。なんていうの、受けがいいんだろうね。やっぱこの硬いところは前から来てるんで、ちょっと動かしてみて。
なんかこう動くかもしれない。これ動く。これ動きづらい。背中側で止め、これで止めた。で、ここまで来れば、あの足が抜きやすい。なんで足が抜きやすいかって言ったら、相手が横向いてるからだね。あの真上も、こういう人、あ、真上向いてると、意外と足って抜きづらいんですよ。だけど、まあ、あの相手は腕絡み、防ごうと思って、手腹に入れようとしたのを利用して、俺横向かしちゃったんで、あのこれすごい簡単に抜けます。で、右手を押しすく、足すくって、押し込みながら、まあ、横しとか、崩れたんでいいですね。ありがとう。まあ、ちょっとやってみようか。